次世代のリーダーを育成するセミナーが開かれ福岡県出身で吉野家ホールディングスの阿部修司会長が講演しました。 九州アジア経営塾が主催したセミナーには県立菓子工業高校出身で1980年に一度倒産した牛丼チェーン吉野家の再建を主導した安倍修二会長が登壇しました安倍会長は講演で経営での逆境の乗り越え方などを披露し参加した企業の経営者や人事担当者らは真剣に耳を傾けていました